皆さんこんにちは、メイプラです。今日は2月27日火曜日、ガンプラ再販日です。実は今日お目当てがあるんですよね。勘がいい方はお分かりかもしれませんが、そう、ゼータシリーズのあのキットです。少し前にマスターグレードのリックディアスをゲットしまして、これでゼータシリーズのマスターグレードがゼータガンダム過渡期バージョン、リックディアス、この2キットとなりました。そして今日あのキットが再販されるということで、それを狙いにやってきました。ちょっと値段はお高めなんですけど、2月最後の購入品ということで奮発したいと思います。さあ、ガンダムベースに到着しました。まずは新作コーナーを見ていきましょう。特に変わりはありませんね。この中の新作いくつか持ってますけど、僕は全く手がつけられておりません。早く作りたいんですけど、なんかいろいろ言い訳しながら作れておりません。こちらはガシャポンコーナーですが、お、ここにイモータルジャスティスガンダムがいます。その下にはキャリバーンもいる。どれもこれもかっこいいです。さあ、それではあのお方にご挨拶をしましょう。よっ、赤いの。3連休はお疲れ様でした。中でも MGEX ストライクフリーダムはすごかったですね。コメントでもストライクフリーダムの話題すごかったですからね。それでは入場します。まずは入り口からゆっくり見ていきましょう。前回と同じく SD キットがずらっと並んでいます。前回はここのコーナーちょっとゆっくり見れなかったんですよね。それぐらいお客さん殺到してたので、今日はしっかり見たいと思います。めちゃめちゃ可愛いキットがありました。少年奉仕キリマル、価格が330円です。このシリーズの名前見てたらめっちゃおもろいです。これは少年奉仕、その横に流神同士、幼年軍師とか、なんかとんでもない2つ名持ってますね。で、気になる少年奉仕の完成品がこちら。イメージと全然違う。キャラデザインはめっちゃいいなと思ったんですけど、リアルがこれです。僕が見てる間でも結構なお客さん SD キットを持ち帰りされてましたが、まだまだ在庫はありそうです。個人的にはこういうメッキパーツをふんだんに使ったキットが気になります。こちらもそうですね。もう見てて華やかでかっこいい。あとは BB 戦士もいいですよね。というか BB 戦士ってもともと BB 弾を発射する銃とかついてなかったっけ。めちゃめちゃかっこいいキット発見しました。こんなのもあったんですね。これGP-02 サイサリスの SD キットです。一瞬買おうかどうか悩んじゃいました。これも懐かしいですね。僕が小中学生ぐらいの時のキットじゃないでしょうか。バーサルナイトガンダム、この青いメッキがめっちゃかっこいい。 SD 系はこういった遊び心やボキャブラリーが満載でいいですよね。またネーミングが活かしてます。うっかりザクレロって、これで企画が通っちゃうんだからすごい。このキットもいいですね。右側の機動天空城、これお城がキット化しちゃうという何とも言えない設定、大の大冒険を思い出します。最後に紹介する面白 SD キットはこちら、獅子ガンダム。こちらのキットはなんとキットに毛がついてます。プラスチックに毛というこのミスマッチがマニア心をそそる、そんなキットいかがでしょうか。さあ、ようやく到着しました。こちらはレジ前のメインコーナーです。前回と変わりありませんね。で、前回あったのに気づいてなかったのかもしれませんでしたが、こういうのがありました。無限ガシャポン、お値段税込み4950円、かなり高いです。これちょっと前にプレ版とかで出てたものだと思うんですけども、これがね、店頭でも販売されています。シリーズとしてはこちらの SD ガンダムガイデン円卓の騎士編と、こちら、
SD ガンダム外伝ジークジオン編があります。こちら僕が知る限りなんですけど、このカプセルっぽい機械の後ろにガシャポンの回すレバーみたいなのがついていて、それを回すことによって何かしらのキャラが出てきますよといったおもちゃになります。ちなみにこちらはたまごっちみたいな育成ゲームではなく、ただただコンプリート目指す、そんなおもちゃになっています。続いては奥のメインコーナーです。こちらに今日の再販品がありました。まずはこちら、パーフェクトグレード量産型ザク2です。少し前に再販されたパーフェクトグレードシャア専用ザク2に続いての量産型ザク、こちらも待ち望んでいた人が多かったのか、残り在庫はあと数体となっています。そして僕のお目当てキットがありました。はい、こちらマスターグレード100式バージョン 2.0 です。100式といえばやっぱりキラキラしたコーティングを想像する方多いと思いますけども、こちらの100式も当然特殊な加工が施されています。その分お値段はちょっと跳ね上がりますね。価格が7480円です。他のキットも前回と変わりありませんでした。真ん中にあるビルドシリーズのウィングガンダムゼロ炎なんですが、僕ももうこれ作ってるんですけど、かなりいいキットなんですけどね、もっともっと知れ渡ってほしいなと思います。レジ目の前のコーナーにはマスターグレードフリーダムガンダムシルバーコーティング、そしてフルメカニクスカラミティクリアがありました。前回再販されていたガンダムベース限定ナラティブガンダム B 装備、まだまだ在庫あります。こちらはマスターグレードコーナーです。結構コメント欄で G ファイターを気にしている方多いんですけども、まだ在庫ありましたよ。こちらはパーフェクトグレードコーナーです。前回再販されていたパーフェクトグレードガンダムマーク2は見事に完売。こちらはガンダムシード20周年記念3体セットです。いつの間にか完売していました。おそらく映画の影響でしょうね。いよいよ来月3月23日に新発売です。ハイグレードゲルググメナースルナマリアホーク専用機です。これは何としてでも発売日に欲しい。お目当てのキットも発見してしっかりガンダムベース福岡を堪能してきました。さあ続いてはヨドバシカメラです。まずはレジ前コーナーには特になかったですね。さあこちらにはベアッカイがあったりしてます。あとはおティフォエウスが5980円になってだいぶ在庫が減りましたね。そしてこちらはビルドシリーズのキットがあってクシーと100式リアルグレードガンダムもあります。そしてイモータルジャスティス。さあそしてこちらのコーナーにはおハイグレード戦国アストレイ、リアルグレードシャア専用ザクがかなりありますね。あとはビルドシリーズも大量にあります。ビアッガイお花の上になぜかパーフェクトグレードガンダムアストレイレッドフレームがありました。こちらのティフォエウスは割引価格になってかなり好調な売れ行きです。残り在庫あとわずか。ティフォエウスの後ろにはひっそりとガンキャノンがいました。こちらはビルドシリーズ、上がウィングガンダムゼロ炎、そして下が神木バーニングガンダムです。こちらもビルドシリーズの戦国アストレイ、以前の動画でも上げてるんですが、僕はこのキット初のミキシングで結構頑張ってます。それゆえにもう一体あってもいいかななんて考え中。リアルグレードシャア専用ザク2は結構な数残ってます。エピオンはかなりの在庫があったのに残りあと10体になりました。カウントダウン開始です。続いてはララポート福岡にやってきました。今日は平日ということもあってお客さんかなり少なそうですね。単純に巡回目的で行くと今日ぐらいが一番回りやすそうです。さあ4階ガンダムサイド F に到着しました。こちらも100式とか今日の再販分が入っているのかっていうところが見どころになりそうです。それではガンダムサイド F に入場します。
こちらは入ってすぐのところにある劇場版ガンダムシードフリーダムのキットたちです。こちらは来月3月23日に新発売、ハイグレードブラックナイトスコードルドラ。ゲルググメナースも3月23日に新発売されます。売れ行きがはっきり分かれそうでちょっと怖い。こちらはガンダムサイド F 限定、ギラ動画とジェガンのアクシズショックイメージカラーです。今日初めて気づいたんですが、ジェガンのパッケージ左下のところにニューガンダムの背中のバックパックが描かれているんですね。ジェガンとギラ動画の間にニューガンダムがいることになります。こういうのを発見して、それでいろいろ想像するのがまた楽しい。前回の動画でちょっとお伝えしたんですが、ガンダムサイド F 限定、ハイグレードギラ動画アクシズショックイメージカラーの購入の時はガンダムベース会員登録と身分証の提示が必要となります。ハイグレードイモータルジャスティスガンダムとハイグレードブラックナイトスコードシバはまだまだ大量に在庫がありました。こちらは奥のメインコーナーです。マスターグレード100式バージョン 2.0 もしっかり再搬入化していました。驚いたことにジャンボソフビ人形のガンダムが完売していました。16,500円が完売。戻ってきました。早速今回のお持ち帰り品の発表です。今回のお持ち帰り品はもちろんこれだ。マスターグレード100式バージョン 2.0 です。こちらの100式なんですけども、よくよく考えたらね、過去何回も巡回で出会っていたキットです。まあ、この時期にね買うことになるとは、まあ、この時期というかこういうタイミングというかね、当時はマスターグレードにほとんど興味なかったので、もうどんなマスターグレードが来てももうスルーだったんですけども、この100式もね当然、まあ、その中の1キットではあります。それがようやくこういう形でね、まあ、ゲットすることになろうとは、まあ、その時の僕は全く想像ができなかったでしょうね。で、まあ、今回こちらの100式を、まあ、ゲットするにあたってなんですけど、マスターグレードゼータガンダムの過渡期バージョン、去年だったかな、新作で出ましたと。でそれを購入して、それでもねマスターグレードに火がついたってわけではなかったんですけど、マスターグレードのリックディアスをゲットしちゃって、もうそこからやっぱり火がついたと言っても過言ではないでしょう。まあ、なので今回100式ゲットしましたと。でおそらくですがガンダムマーク2が出た時には買うでしょうね。ガンダムマーク2のティタンズカラーにはさすがに手を出すことはないとは思います。というわけでこちらの100式をゲットしてきました。ちょっとね気になる中身見てみましょうか。それでは箱オープン。おー、どうでしょう、この綺麗さ伝わればいいですけど、なかなかちょっと画面越しじゃわからないかもしれないですね。これ袋開けたらめっちゃ綺麗だと思うんですけど、この状態でもめちゃくちゃいいです。で気になるこの後ろ、すべてアンダーゲートですね。これは嬉しい。作るのに時間はかかりますけど、こういった特殊加工でアンダーゲートはマジで嬉しいです。さすが、これ全部そうですよね。あ、全部ではないな、でもほとんどがアンダーゲートです。このランナーに関してはそうですね、アンダーゲートではないものもあります。こういったものはアンダーゲートじゃないですね。いいですね。ホイールシールは少なめ、後ろのデカールも少なめ、リックディアスも作るのが楽しみですけど、まあ、この100式も楽しみですね。基本的に僕はほとんどのガンプラがパチ組みで終わりますので、
こういったね、特殊加工とかクリアカラーもそうなんですけど、色を塗るのを敬遠されがちなキットっていうのは、パチ組派にとってはすごくありがたい、そんなキットなのでね、こういうキットがまたどんどん出たら、その時は積極的にゲットしに行きたいと思います。今回はこちらマスターグレード100式バージョン 2.0 をゲットしてきました。ということで今回の動画いかがだったでしょうか。今マスターグレード100式とともに、こちら完成したハイグレードライジングフリーダムを飾っております。こちらね、ずいぶん前に完成してたんですけども、制作レビュー動画の編集がかなり時間がかかってまして、一応今8、9割方編集が終わっておりまして、そこで一旦ねすごく悩んでたんですけど、ボツにしようかな、どうしようかなと。さすがにね、そこまで作っててボツするのもったいないなと思いますので、おそらく近日中にこちらライジングフリーダムと、あとイモータルジャスティスの制作レビュー動画を上げたいと思っております。僕的にはあんまりつなぎもそうですけど、いまいちな話してるなっていうのがすごくあるんですけど、ただね、キット自体は本当めちゃくちゃ良かったです。イモータルジャスティスとかすごく今売れ残っている状態なんですけど、もうどちらもねめちゃくちゃいいキットだったので、これまあ皆さんにね、もう本当おすすめしたい、もうおすすめするためにも制作レビュー動画を、まあ、上げるべきだなと思いましたので、ボツにせずに上げたいと思います。ということで今回の動画は以上となります。今回の動画が良かった、参考になった、マスターグレード100式とリックディアスの並んだ姿見たいよという方は、グッドボタンとチャンネル登録をぜひよろしくお願いします。それでは次回の動画でお会いしましょう。ではまた。 Have a nice メイプラ。ライジングフリーダムとイモータルジャスティスはマジでいいキットでしたよ。